こんにちは、ゼキザップです。今回は東京モーターサイクルショー2023の様子をお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。本日はかの有名な豚汁おじさんも、参加していただいております。はい、で最近よく出てくるイケメン整備士がここに来てますからね。はい、はい、で今回は自分はオート販売さんの広報担当ということでね、特別公開時間に来ているわけですが、それでもたくさん人がいてびっくりしましたね。ホンダブーツ、はい、西の4、上か、あ、そこに書いてあります、西の4、うん、上です。今日の店長のミッションは、今日のミッションは、室岡社長に会って直談判をして、直談判、イベントに招待するという、まさかの企画を考えております。ああ、いいっすね。おお、あ、すごいっすね、こんなにたくさんあるんだ。はい、お、レキさんの目の輝きが違うぞ。ナナ、俺初めてですもん。さあ、今回一番来たかったホンダブースですね。CL2 班が置いてありますんで、それにまたがいたいと思います。実は最初に来ました。ありますね、これ 500のですか。色違いますけど、500ですね。あ、やっぱそうっすよね、500のエンジンです。おー、タンクの色が違う、あ、ちょうどカスタムしてるのがあるじゃないですか。あ、いいっすね、見ちゃうと欲しくなっちゃいますね。いいね、マフラーが。じゃあちょっと店長まずまたがってもらって、いくらか、あれ、これもマフラーも交換されてるんで。違うよね、そうだよね、違うんですよ。どうでしょうか。そうっすね、こっちのカメラと画角があれなんで。おお、ぴったりっすね。ぴったりね、ステップのポジションもいいんじゃないでしょうか。おお、本当に、なんかオフ車に乗ってる感覚。うん、スタンディングもとてもいい塩梅。いいっす ね。これのカスタムエンジンガードもあんな感じになるんですね。うん、これね、これもあれ、これも自分注文しました。これちょうどよく今やってるハンターカブ のライドがつくかも。あ、なるほどね、あそこにね、バッチリっすよ。さあ、それでは自分も実際にまたがってみますが、こちらはオプションのあれですね、フラットシートになっております。足つきは問題なしですね。で、実際にね、ニーグリップしたところ、非常にゆったりしたポジションなんで、これはロングツーリングいけますね。楽しみですね。こちらにオレンジがありますね。いや、カタログで見るよりもだいぶツヤ感があって、いや、このオレンジはいいですね、かっこいいです。そしてアップマフラーは意外と横に張り出してるんで、結構擦り傷が多かったですね。どうしてもまたがるときにぶつけちゃう人が多いんでしょうね。なので、この辺りは、ちょっと気を使って乗っていく感じになるのかなとか思っていますが、とにかく楽しみになりましたね。これが噂のトランザルプ750、アフリカツインよりも若干、その辺が優しくなってるので、とてもビギナーの方には受けられる。お、ちょうどあれですね、ちがみなさんと小粒ちゃんが撮影してますね。いや、まさか生で見れるとは。ちょっとね、現地だとね、恐れ多くて声かけられなかったですが、いや、非常にちっちゃくて可愛かったですね。じゃあ、レブルの、レブルのサウンド聞く？サウンド聞けるんですか？楽しいんですよ、ヘムシー51。お、すごいです。ちょっと行きたいと思います。レブルのサウンド、実際に本当なのか。おお、ワンテンポ遅れる。お、さらになんか見てください、かっこいいなこの人みたいな。お、すごいですね、自画自賛ですね。あ、ありがとうございます。おお、ずっとやってるとブラーンって言わないんだね。ああ、俺はユーチューバーさんにはいいかもしれない。ネタとして皆さんガチャガチャやりました。何それ。ホンダ、あれ、ホンダ GO で、あれ、ちょっと
はい、ありがとうございます。どうぞお待ちください。はい、お、出てきた。はい、どうぞ。お、ありがとうございます。どうぞ。はい、来ました。我らが死ぬぞ。お、はい、うちの教習者すべてティムソンになっております。いつも あのいつも営業マン、ね、我らがティムソン、我らがティム、本田太田ハム、お世話になります。社長、お世話になります。いつもがっつり買っておりますんで。なんかお金が入ってる。お金が入ってる。何すかこれ。これ何用？これかっこいい。ヴィンテージ用、カスタム用、CL250 用。SR で前後差ですけど。SR ね。なるほどね。またこういうの手出しちゃった。なんか美味しそうな匂いしますね。カレーか何かか。そう、ここは常にこの匂いがしてる。今回おすすめなのが、あの125。125？あ、同じバイクだけど、そう。ビキニガールがついて、後ろをちょっとシュッとさせて。だいぶ印象変わりますね。ね。まんま俺だ。まんま俺。あれ？そっくり。やべ。何これ。こういうのに反応しちゃうんかね。飾られてますね。反応の仕方があれだよね。プラドさん、あれ肩がすめか。おお、結構値段しますよね。結構な値段。シートがいい。デブリよりファンデルがちょっと。はい、それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。今回このような機会を与えてくれたホンダオート販売さん、本当にありがとうございました。そして、自分の方はね、ずっと楽しみにしていた CL2 版、それの現物が無理で、かつ、またがることができたんで、納車に向けた期待値、それがすっごい高まりましたね。いや、早く CL2 版でツーリング行きたいなという気持ちが高まってきたんで、あと残り2ヶ月いやー、ずっとワクワクしてるんでしょうね。じゃあ、それではね、動画の方もあんまり長くなってもしょうがないんで、この辺で締めたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。